オイラはこいつで勝負だぜ。最後はこの子にかけるしかない。ネオスキッズ TV、 ここのチャンネル登録ボタンを押すんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。タコだよ。犬ガンマンだぜ。なかなか見つからないぜ。何やってるの？これだぜ。葉っぱ？違うぜ、虫探しだぜ。こうやって葉っぱをどけると出てきたぜ。こうやって虫を見つけるんだぜ。おー、すごい。タコにもやらせて。やってみるんだぜ。おー、どんどん虫が出てくる。うまいぜ。ひひ、どんなもんよ。さすがタコだぜ。そうだ、ここに出てきた虫を使って相撲しようよ。どうやってやるんだぜ。ここからは取り出せないぜ。犬ガンマン、後ろ向いてみ。うわー、虫がたくさんだぜ。大成功。これは昆虫ラジコンだよ。びっくりしたんだぜ。本物にそっくりだぜ。これを使って昆虫相撲大会をやろう。楽しそうだぜ。でもゲームに出てこない虫もいるぜ。まあ小さいことは気にしない。自由すぎるぜ。じゃあ虫を選んでいこう。じゃあオイラはカブトムシにするぜ。やっぱり男と言ったらカブトムシだぜ。あー、先にずるい。そしたらタコはクワガタにするもんね。しょうがないから譲ってやるぜ。次はカマがかっこいいカマキリにするぜ。タコはね、かわいいテントウムシ。残り2つだぜ。オイラは強そうなクモがいいぜ。あ、ずるい。タコもクモがいい。ここはじゃんけんで決めるぜ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。望むところだ。最初はグー、じゃんけんぽい。やった、勝った。負けたんだぜ。勝っても負けても恨みっこなしだもんね。わかってるぜ。クモは譲ってやるぜ。犬ガンマンは残りのハエね。ハエ弱そうなんだぜ。それじゃあルール説明。3対3で1匹ずつ戦うよ。ふむふむ。そしてたくさん勝った方の勝ち。シンプルでわかりやすいぜ。勝ったらなんかいいことあるんだぜ。だったらね、冷蔵庫のプリン独り占め。これは負けられないぜ。それじゃあ勝負スタート。ネオスキッズ TV。 タコはね、これで勝負だ。オイラは最初にこいつを出すぜ。プリンはオイラがいただくんだぜ。タコだって負けないよ。いざ尋常に勝負だぜ。いざ尋常に勝負？卑怯なことせずに勝負ってことだぜ。正々堂々ってことだね。そういうことだぜ。よし、いざ尋常に勝負だ。勝負だぜ。そこだ、行くんだぜ。行け行け。あっさり負けたんだぜ。犬ガンマン弱すぎ。次こそは負けないんだぜ。次も負けないよ。オイラはこいつで勝負だぜ。タコは次これにしよう。プリンのためにも絶対負けられないんだぜ。勝負だぜ。そこだ、いけいけ。そこで押し出すんだぜ。このまま2連勝だ。絶対に負けられないんだぜ。ここで反撃なんだぜ。タコも負けない。負けちゃった。やった、オイラの勝ちだぜ。最初は勝てそうだったのに。油断禁物なんだぜ。次で最後の戦いなんだぜ。プリンは目の前なんだぜ。最後に勝つのはタコだもんね。オイラはこいつで勝負だぜ。最後はこの子にかけるしかない。オイラもこいつにかけるんだぜ。プリンは絶対オイラのものだぜ。勝負だぜ。次も絶対負けないんだぜ。そこで一気に押し出すんだぜ。タコも負けないよ。そこだ、負けるな。なんかガサガサ変な音がするんだぜ。何の音だろうね。隠れてないで出てくるんだぜ。って、巨大ムカデだ。このままじゃ危ないんだぜ。オイラたちの昆虫で迎え撃つんだぜ。
そうだね、協力して倒そう。さっきまでの戦いを生かすんだぜ。押し出して追い払うんだね。そうだぜ。いけいけ。そこだぜ、行くんだぜ。なかなか手強いぜ。押されてきたよ。ここから反撃だぜ。よし、行け。協力して同時に押し出すんだぜ。わかった、今だぜ。いけ。なんとか追い払えたんだぜ。怖かった。やっぱしバッチリ決まったぜ。はっきり言って面白いね。ネオスキッズ TV。 タコ、無理しなくていいんだぜ。二人で勝ち取った勝利なんだぜ。だからプリンは一緒に食べるんだぜ。そうだね。あなたたち、猫夫人こんにちはだぜ。こんにちは。おやつは独り占めするよりも分け合った方が美味しく感じるものよね。今回のことで身に染みて分かったんだぜ。今日のゲームはこれだよ。トーマスチャンネルの虫探しだぜ。ここに出てくる虫で昆虫相撲をしたよ。出てこない虫もいたんだぜ。ネオスキッズ TV。 ここのチャンネル登録ボタンを押すんだぜ。